米沢市立第七中学校の生徒たちが制作した米沢観光ガイドの贈呈式が昨日道の駅米沢で行われました。これが米沢七中の1年生88人全員で制作した観光パンフレット米沢ガイドです。歴史、観光、食、産業の4つのジャンルに分け、上杉鷹山などの偉人や観光名所、米沢牛や米沢織などを写真やイラストを使って紹介しています。総合的な学習の時間の中で生徒一人一人が米沢について調べ、それをもとに18のテーマごとにグループに分かれて制作しました。英語版20ページで、今年度から全生徒に1人1台ずつ配布されたパソコンを使って作成しました。七中学区内にあり、米沢観光の表玄関となる道の駅米沢に置いてもらおうと贈呈したものです。贈呈式には代表生徒5人が出席し、学年運営委員長の渡辺幸太郎さんが自分たちが調べたことを工夫してまとめました。観光客に米沢のことを知ってもらえるよう道の駅に置いてくださいと話し、坂川義則駅長に観光ガイドを手渡しました。坂川駅長はコンパクトにまとめられてあり、とっても素晴らしい、お客さんに渡しますとお礼の言葉を述べました。歴史のある建物とかそういったものがちゃんと伝わるように心を込めて書きました。この食と観光と産業と歴史を4つの分けて写真に文字の説明を入れたところが工夫したところです。鯉は米沢でなぜ食べられるのかみたいなところが印象に残りました。野川温泉のことについてまとめ、みんなで協力してまとめて、特に見てもらいたいのが人気の足湯のとかについて見てもらいたいです。パンフレットを見てそこに行きたいなと思ってもらえるようになればいいなと思います。これから観光シーズンにもなりますので、多くのお客様にですね、このガイドブックをお渡しして、読んでいただけるように、しっかり配布してまいりますので、よろしくお願いいたします。米沢観光ガイドは250部制作され、このうち100部が総合案内に設置されました。